はい、皆さん、こんにちは。マイクです。今回はですね、今話題になっているマスク不足ですね。マスク不足の解消法として一つ提案があります。これはですね、使用済みのものを洗ったものです。こちらも使用済みのマスクを洗ったものです。でですね、これ、洗ったものをですね、再利用しようとしても、やはりですね、フィルターの役目をですね、十分に果たしてくれないということが分かっております。でですのでね、これはですね、いっそのことですね、私の提案としましては、このようにですね、2枚重ねてしまって、このようにですね、装着することによって、フィルターをですね、1枚だけど、1枚だけですと不十分ですけど、2枚重ねてしまえばですね、その分をですね、補えるんではないかと、そういうふうに単純に思ったわけですね。ですので、マスク不足で困ってらっしゃる方、多いと思います。たくさん。私もそうですね、困っている部類になると思います。ですので、洗ったマスクをですね、こう2枚重ねすることによってですね、フィルター効果をですね、少しでも高めていければと思っています。こんな感じでですね、装着しても、しっかりですね、こう、顔にフィットしてくれて、かえってですね、1枚よりも2枚の方が、フィット感が優れているような気がします。ですのでですね、意外にこれ効果があるかもしれません。どの方もね、こういう提案の仕方を、おっしゃられてないので、私が動画にさせていただきました。やってらっしゃる方も多いかもしれませんけども、思ったほど、窮屈でもなく、しかも結構フィットしてますので、こうやって喋ってても、長時間喋るとですね、息苦しくなるのかなっていう感じはしますけども、そのくらいですね、フィットしてます。ですのでですね、洗ったマスク、フィルター効果が少なくなるってことで、敬遠される方も多いかもしれませんけども、意外にですね、2枚重ねしてしまえば、かえってですね、1枚よりも効果があるんじゃないかな、なんていう気がしています。その証拠としてですね、若干ですね、大声で喋ったりすると、なんかこう、空気を吸うのが、ちょっと息苦しくなるような感じがします。普通の、呼吸をしている際にはですね、そう感じないんですけども、意外にですね、フィットしてます。一度ね、試されてみてはいかがでしょうか。これでですね、マスクの延命措置って言いますかね、マスク足りなくても、洗ったマスクでも、ちゃんと乾かして、2枚重ねして使えば、意外にですね、通用するのかな、なんていう気はします。実際ですね、こう、自分で唾をこう、出してみてもですね、手の方にこう、あまり繰りかからないような感じがします。のでですね、多少なりとも、新品のマスク1枚つけるのとですね、同等、それ以上の効果があるかもしれないです。はい。そんな感じでですね、ちょっと試されてみてはいかがでしょうか。そんな動画でした。どうもご視聴ありがとうございました。もしよろしければね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。どうもご視聴ありがとうございました。マイクでした。